文部科学省は4月から学校でマスクの着用を求めないことを決めました。卒業式は前倒しで適用し、生徒や教職員はマスクなしが基本となります。強制するわけではございませんので、マスクは個人の判断で、つけるつけないというのは決めていただくことになろうかと思います。政府はマスクの着用をめぐり、来月13日から屋内屋外を問わず個人の判断に委ねるとする新しい指針を決定しました。これを受け文科省は4月1日から学校の教育活動ではマスクの着用を求めないことを決めました。学校は学年末にあたることや大学の入試試験などでの混乱を避けるため新年度からとしました。ただ卒業式に関しては換気などの対策を実施した上で前倒しで適用し、生徒や教職員はマスクなしで出席できることにしました。校歌などを斉唱するときはマスクを着用します。文科省はマスクを外すことを強制することはないとしていて、 SNS などで適切に情報を発信していくとしています。